おいす、こんにちは、たま先生やで。これまで生物が何でできてるのか、どうなってるのか、細かく細かくミクロの世界まで見てったけど、それもわかったんで、また日常に戻って生物を観察をしてみるで。俺ら動物は生きて動いてるけど、そんな俺らも息止めてご飯食べへんかったら死んでまうよな。それはこれまでアニメで言うてたあの細胞の中で細胞呼吸をして、グルコースから酸素でエネルギーを取り出してるからやね。小学校で呼吸が酸素吸って、二酸化炭素吐く言うて習ったやろ。 細胞呼吸をすると、グルコースは二酸化炭素と水に分解されて小さくなってしまうんやけど、そうやって小さくバラバラになるときにエネルギーが出るね。科学的な話をすると、物ってアフロと一緒ででかいほど長いほどよーく絡んで小さかったり短いほど絡みにくいよな。やから大きいとか長いものほどエネルギーが絡まって、短くなると絡まったエネルギーが出てくる。 それはミクロの世界も同じで、グルコースってでっかいやつを酸素で壊して水と二酸化炭素に分けると小さくなって、その間に絡まってたエネルギーがポロポロとこぼれて出てくるね。これがエネルギーを取り出す仕組みや。つまり俺ら生物は細胞の中にあるミトコンドリアって粒の中で酸素を使ってグルコースを小さい水と二酸化炭素にすることでエネルギーを取り出す。これを細胞呼吸言うね。 ちなみにこのエネルギーは ADP とリン酸がくっついた ATP ってでかくなったやつのアフロに絡まれて吸収され ADP とリン酸って分かれる時にこのアフロからポロリって落ちるような仕組みになるんでこの ATP アフロを大量に作ることでいつでも使いたい時に使いたいとこで ATP を叩き割って ADP とリン酸にしてあげればエネルギーを取り出せるってエネルギーの充電器みたいな使い方をしてるね。ほんでも地球上にはたーっ たくさんの動物がいて、その動物みーんなが24時間ずーっと呼吸をしてんねやから、困難すると地球上のグルコースは分解されて、あっという間になくなるな。せやから壊れてバラバラの水と二酸化炭素になったんを元のでっかいグルコースに戻すんやけど、それが植物の葉緑体でやってる光合成やねん。植物は葉緑体の中でグルコースってでっかい物質を作るんやけど、そのでっかいグルコースアフロが太陽の光をどんどんアフロの中に絡めとっていく。 やから光がよう当たるところには太陽の光がいっぱい絡まるよう葉緑体もいっぱいあってできるグルコースの塊ってまあ要はデンプンもいっぱいできるっていうわけやなやから小学校の頃葉っぱにアルミホイルを巻いてやらんかった光のエネルギーがないとデンプンもよう作られへんっていう感じで実験では温めたエタノールで色の変化がわかるように脱色した後ヨウ素液に作ると日が当たってデンプンのできたところだけ青紫になるやつなヨウ素デンプン反応思い出したか ほんでも、植物は俺らのためにグルコース作ってるんやなく、あいつらも細胞内にミトコンドリアを持ってて、呼吸もしてるから、自分の呼吸用にグルコースを作ってたら、グルコースを作られへん俺ら動物に、むしゃむしゃ食われてるっていう感じなんやけどな。てなわけで、今回でどうやって生きてるかを話したんで、近いから実際にどう生きてるのか、生きてる様子を見ていこな。てなわけで、世界の自然を見に行くぞーごめん、おばちゃんウェブ様の経費で世界旅行の経費出しといてー